まだあの回復アイテムはいっぱいあるけん。え、いけた？いけた！え？あ、なんかそれ、あ、おったー。え？え？さらに上？なんかめっちゃ目の前におるのに無視されるやんと思ったら、ここにセーブ。こっちでのセーブもしとこう。セーブしました。ひえー、ぐるぐる回るよー。お、もうそろそろじゃない？屋上。ほら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 来たー。なにこのペラペラの床。やばくない？一歩踏み出したら崩れ落ちそうな。お、ガハハハハ、よく来よったなマリオ。何そのスイッチ、あからさまなスイッチ。我が輩に感謝するのだ。長年のライバルである貴様をやっつけるために特別な舞台を用意してやったぞ。何何何、やっぱその床仕掛けあるんや。うわ、落ちた落ちた落ちたよ。ガハハハハ、これで貴様は袋のネズミだ。あ、戻れになったってこと？まあロードすれば戻れるんですけどね。マリオー、ヒャ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 、まんまと罠にはまりおるとはバカなやっちゃの。なんだなんだ、お主が星の精度もお助け出すのを知ってぼーっと何もせずにいるわしではないぞ。この場所にはクッパ様の力を何倍にもパワーアップすることができる仕掛けをしてあるのじゃ。何その仕掛け。もう星の精度もの力だと目じゃないのじゃ。この亀クババの知恵でクッパ様を無敵にして差し上げるのじゃ。行きますとクッパ様、スイッチオンですじゃ。何スイッチって。なんかここ自体が浮く？いや、まあすでに浮いてるか。え、なになになに、巨大化する。おーおー、カメックババよ、なんだか力がみなぎってくるぞ。え、巨大になったんですけど。マリオなぞひとひねりである。え、これはどう、こっちも巨大化させてよ。ほら、あれやないの、スーパー戦隊の容量じゃないの。ロボットに乗せてください。マリオよ、今度はさっきのようにはいかんぞ、覚悟するのだ。ずるいってずるいってね。なんかそのモヤモヤモヤっていうやつは払えんのか。でもスターの杖じゃないもんなあれ。まあとりあえず力抜かすとくか。抜いたところでっていう感じかもしれんけど、バッチとか見直しとった方が良かったかな。どうしよう、とりあえずビリビリや。レサレサとか攻撃効くんかな。レサレサと交換するか、とりあえずね、とりあえずとりあえず。どれぐらいのダメージ、なんかジャンプが使えなくなった。ちょっと基本的な行動を潰してこんといてくれるかな。でも多分2段階で終わりやとは思うんよね、多分ね。もうバンバン使っていった方がいいんじゃない。まあまあまあ、もしこれでダメージ与えれんとかやったとしても、まあロードすればいいけんね。はい、雷ドッカン、まあ、とりあえず試していこう。もうこれがラストやと思って行くぜ行くぜ。でレサレサビンタいけるかな。ハリセンビンタどれぐらい違うんかよくわからん。とりあえず一旦レサレサビンタやっていって、ダメージが与えられない。マジでやっぱ結局アカリンじゃないといかんのか。グフフフフ、スターの杖でパワーアップだ。うわ、さらにスターの杖も使ってくるん、めっちゃ嫌やなめっちゃ嫌やな。うわ、無敵になってる。しかしそこで解除。ちょっとあれやん、攻撃力せっかく下げたのにまた。え？効かない。え？どういうこと？ガハハハハ、もはやそんな攻撃我が輩には効かぬぞ。いや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 、スター。スター。おい、星の精たち。ぼやっとしてる場合じゃありませんわ。スターフラッシュが効いてませんわよ。なんとかしなさい、マリオ。いや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 、こっちが攻略法を聞きたいんですけど。
え、まあ、ここはストーリー上必ずこうなるってことね。ああマリオどうしたらいいの、このままではクッパに。あ、これあのパターンじゃない、あのストーリー的にこう確実に帰還っていう感じになって、この後なんかねえこの後なんか弱体化させられるんやない、何かしら、誰かマリオお願い、ピンクとか来るんやない、知らんけど。何をごちゃごちゃ言っておるのじゃ、おとなしく黙っておれ。おお、ほら来たほら来た、だってまだね最終段階に入ってやってきてなかったもんね。ピーチ姫大丈夫でしたか、今ほどいてあげますから。カメックパパが気絶したけん、なんか解除できるんやねん、巨大化。ピンクよかった無事だったのね、放棄単体で浮いとる、いいな乗りたい。あ己星の子めよくもやりよったな、くそ。え、何戦闘、ええ、ピーチ姫とカメックパパの戦闘突入、そんなパターンあるん、このカメックパパと対決しようなど100年早いのじゃ、女の戦いやな。お前なんか怖くないぞ、ティンク頑張って。ティンクが戦うの、体当たり、え、しょぼえ、なになんかポケモン始めたてみたいな、ういダメージ与えれんやん、ヒャ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 、なんじゃこれで攻撃しておるつもりか、願う。あ、でもそっか、ティンク自身が欲しいやもんな、なんなんやろティンク。あ、これでパワーが溜まるってこと、ティンクの、知らんけど。何ブロック、潰される。でもなんかすごい頼もしい表情になっとるぞ、え、さっきからこんなんやったっけちょっとよく分かってないけど。お、ダメージを与えられたな、ん、チットはやるようじゃの、これで願うを繰り返していってっていうことかな。でもまああれよね、マリオと違って、まあ、体力表示がないけんやられることはないってことよねストーリー上の演出っていうだけであって、確実にやっつけれる戦闘ってことよね。これはポチポチしよったらいいだけや。一応ほらなんかダメージ表示はあるけど、数字でな、なんじゃ、だんだん星の子の力が増しておる気がするぞい。あれやん、最終的な救世主ティンクのパターンやんまさかの秘密兵器。あれやね、こっちの攻撃力が上がりよるだけじゃなくて防御力も上がりよるよね。どやどやどや、どこまでアップするんやろ。向こうのブロックもどんどんなんか、おお、ついに効かんなった。バカな、わしの攻撃が効かぬとは。あ、しまった、かつか星の力の源は人々の願い、ピーチ姫の願いが星の子に力を与えておるのじゃな、気づくの遅くねえ、もうあのピーチ姫の願いよるポーズで気づけよ。カメックババ体力な、もうおばあちゃんやもんね、しょうがないかクッパ様無念でしや。これで巨大化解除できん、シュ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 って縮むんやね。そうだマリオを助けなくっちゃ今のさ、ピーチ姫とカメックババの対決の間、時が止まっとったんかな、こっちは。でもどうしたらいいのかしら。ピーチ姫願うんですよ、さっき僕にしてくれたみたいに星の精様にもっと力を与えるんです。お、ピーチ姫の願うが、キノコワールドのこと、星の国のこと、そしてマリオさんのことを思って星に願いをかけるんです。そうすれば願った力はきっと星の精様たちにも伝わるはずですよ。もしかして2回目のこのクッパとの戦闘ってストーリー、なんていうの、ストーリーの流れで勝てる感じ
確実に。分からんけど。分かったわ、ティンク。やってみる。よしよし。僕はマリオさんをお手伝いします。やられることはないんかな。どうなんやろ。願ってる願ってる。ガッハ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 。どうしたマリオ。貴様がこんなに弱いと面白くないぞ。めっちゃふてぶてしい表情してるレサレサ。おお、体に力が満ちてくるぞ。お、みんな。星の精様、僕もお手伝いします。おお、ティンクか。うん、ピーチ姫や大勢の者たちの願いの力、確かに感じるぞ。これならクッパの力にも対抗できそうじゃ。マジでいける？さあマリオ、もう一踏ん張りだ。みんながお主を応援しておる。力をもらって頑張るのだ。スターフラッシュを使うのだ。お、次こそいける。うわー、めっちゃ力が。スターフラッシュがパワーアップ、ピーチフラッシュになった。うわー、なんか技名まで乗っ取られたんですけど、ピーチ姫にマリオはピーチフラッシュを使えるようになった。マリオの技なのに。な、何事だ。おお、戦闘突入。マリオよ、そろそろ観念するがよい。貴様では我が輩には勝てるのだ。戦闘に、この感じに突入したってことは、ピーチフラッシュ、ピーチ姫や。クッパが使うスターの杖の力を打ち消すことが。よし、打ち消します。なんか変わるんかな、見た目。ああ、なんか違うね。うわー、スターの杖の力が破られるとは。よし。でも、巨大化は解けんのやね。これさ、ビンタやったけんいかんのかな。これもビンタではあるけど、でも手じゃなくてハリセンやけんいける。わからん、使ってみよう。あ、てかあれやん、スターパワーもフラワーポイントも体力も回復しとるやん、全部。マジで？やっぱあの間時が止まっとって、休憩できとったってことかな。そういうことかな。あー、いけるか。あー、ダメやった。ハリセンでもダメやった。なるほど、アカリンやな、ここは。やべえやべえやべえ。ちょ、待って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 、力を抜いて。はい、力を抜いて。よしよしよし。ってことは、ここをアカリンに変えまして、なになになに、うわ、毒や。よし、でアイテム使ってこう、アイテム。キラキラ落とし。確実にここがラストやろうけんね。頑張ろうぜ。ビリビリアタック、これでコンスタントにダメージ4を与えていけばね。攻撃力を下げても6もあるよ。つらい。うわ、もう攻撃これだけか。キラキラ落とし、まあ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 、使っていこうぜ。ラストスパートやもんね、おそらく。でもまだ回復は、自動回復が1個と50回復が2つかな。頑張るんだ、マリオとアカリン。ね、そろそろやられてくれって。ええー、きつい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 。え、もう無理じゃね。おいおいおい、無理やって無理やってあれかな、相手の攻撃力を下げるより、ガンガン回復した方が良かったかな？自分の。きつい。うわー、待って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 。待って待って待って。これ動けなくできるんかな？うわー、
うわー、一旦やってみよう。どう？相手に絶対さ使えん技とかは最初からこれ使えませんよって表示してほしいんやけど、無駄になるけん。うわー、無駄になった、終わった。ひー、ビンタで終わった。つらつらですよね。よし、セーブしたけん次から2段階目からいける。そしてビーチフラッシュで、ビーチフラッシュで解除しておこう。うん、全部回復しとるね、よきよき。さあ行くぜ、ここから頑張ってやっていこう。ハンマーが使えなく、いやまあ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 今は別にね大丈夫なんすけど、力を抜かせておきます。すぐにまた無敵になったりせんといてよ。こっちに攻撃がやってこんのはまあいいんだけども、頑張れ頑張れ。ひー、毒が、まあ土管ジャンプをひたすらやって、いやどうかな、とりあえず攻撃系のアイテム使っていっとくか。この辺もね攻撃力固定やもんね。 OKOK。 で一旦ちょっと攻撃力をアップさせてからのドカンジャンプにするか。よしよし、これさ1個成功しても3個成功してもさプラス1なのは変わらん感じ。なんか残りの2個無駄じゃない？いまいちよく分かってないんやけど、ドカンジャンプやっていきます。あー、クソ、ナイスじゃなかった。ここで、ああれか、攻撃力はプラス1で変わらんけどターン数がアップするってこと？なんかちょっとターン数多くなかった？今多かったよね。そういうこと？そういうことかな。なんかそんなような気がする。いけいけー。お、来るぞ来るぞ。無敵か？よし、じゃあ解除してやる。お、ハンマー戻ってきた。ビーチフラッシュ。よしよし、2回連続で攻撃ができたらいいんやけどな。お願いやけん回復だけは使わないでくれ。今の願いはそれなんだよ。力を抜いて、はい、オッケー、マイナス3。無敵使うなよ。よし、よー、ジャンプが、ジャンプが消された。ってことはアイテムっすね。キラキラ落とし、あかりん早く復活してくれよ。でもこれ回復、クッパが回復を使わんかったら結構順調にいけるんじゃないかなと思うんやけど、ウルトラキノコ使うか、まあ、使い渋ってもしょうがないよね。
しょうがないっすよね、そこは。うわ、回復した。もしかして私が回復したら回復するとかいうことじゃないよね。やめてよ、そういうの。はい、ドカーンジャンプ。ナイス。クッパが一回も回復をせんかったら、結構順調にいけそうな気がするんやけど。お、無敵来た。からの即解除。まあ、こっちがね、攻撃力ダウンを使ってすぐに解除するのやめてよって言いよったのと同じようなことを私はクッパにするわけだけども。まあそんなもんよね。自分はいいんすよ。あと体力どれぐらいかな。いや、うわー、やめてくれ。いや、クリオのさ、物知りを一回使ったら、まあ、その後はずっと出とるよね、体力。なんですけど、ただそれでターン数を無駄にするのかなーって思ってしまうよねー。でも見えるのと見えてないのじゃねー、だいぶこの自分の気持ちの余裕が違ってくるんやけど、ちょっと一旦やっとく？クリオ一旦やっとくか。え、物知りってフラワーポイント使うっけ？ちょいと待ってね。ドカンジャンプ。で、物知り使えになったらどうしよう。あ、よかった、使える。よし、どれぐらい？大魔王クッパだ。今度こそ最後の戦いだ。お、最後なんですね。よかった、よかった。最大 HP は、うわ、やっぱ99。防御力は2だ。すっごい炎を吐いてきたり、でかい体で踏みつぶしに来たり、いろいろな攻撃をしてくるんだ。炎の攻撃力は10。踏みつぶしと爪の攻撃力は8だ。他にもいろいろな攻撃をしてくるよ。そのいろいろを教えろ。全部言え。スターの杖でパワーアップしたらこちらの攻撃は全然効かなくなってしまうからね。こんなに語るんやね、クリオ。その時はみんなの願いのこもった究極の技、ピーチフラッシュを使うんだ。全攻略を言ってくれる感じか。さあ、今度こそやっつけて、ピーチ姫とスターの杖をこいつから取り返そう。はい。30。うわ、体力6しかないんよ。無理じゃね？無理じゃね？あれだな、相手の攻撃力を下げるより回復優先にした方が良かったかな。ちょっと回復優先でいってみようか。はい、やられたー。でもそろそろ回復されそうな気がするんよね。大丈夫だろうか。あ、これ、あ、まだか。大丈夫そう。よし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 。ハンマー戻ってきた。はっ、お、いいぞ、だいぶいいぞ。え、やばくない？今回いけそうな気がする。なんかすっといけるんじゃない？ほら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 、いけそういけそう。え、これ私、一回もやられずに行くんやない？緊急キノコの出番さえもなく。ピーチフラッシュ。またピーチフラッシュを忘れて、忘れていくところやった。忘れてすっきり爽快するところやったわ、私。うん、これで今体力が9やけん、まあ、ギリやられる。ギリやられる。あ、いける。いや、いけるけど、え、これどうかな。ハンマー、これガッツンハンマーってどれぐらいいけるんやっけ。まあ、使ってみるか。まだあの回復アイテムはいっぱいあるけん。え、いけた、いけた。まだか。おい、いけてなかった。いけてなかった。え、あとどれぐらい体力あったっけ？待って待って。
あと1、おい1で、まあこれでいけるんよね。あ、体力7やったんやっけ。おい、ギリギリ残すなって。よっしゃ、いったー。なんか最後割とスッといけた感じがするな。まあ、ここまでの回数が多いけんスッととは言えんかもしれんけど。おのれー、またもやマリオに負けた。無敵になったのになぜ我が輩は勝てないのだ。くそー。まあマリオなのでこちらはマリオなので勝つんすよ、主人公やしね。スターの杖戻ってきたよ。これでどうなる。スターの杖があったらどうなるんやけ。スターの杖を取り戻したぞ。マリオ、ゴビのハートマークがうざいな。マリオ、きっとあなたなら助け出してくれるって信じていたわ。ありがとうマリオ。おお、落ちるんじゃないか。おお、なんだ、びっくりしたのである。びっくりしたら元気になるな。落ちるんじゃね。やめてよ巻き添えにするの。ちょっとあのスイッチは。カメックババよ、これは一体何事なのだ。クッパ様とマリオの戦いがあまりにも激しかったので、どうやらクッパ様をパワーアップさせていた装置がぶっ壊れてしまったようでした。え、装置なの。カメックババの魔法とかではなく、あちこちが暴走してエネルギーがクッパ城の方へも逆流しております。クッパ様、もうすぐここもクッパ城も爆発してしまいますぞ。え、あれはキノコ城は。こうなったらもう逃げ出すしかありませんでした。なな、それはまずいぞ、さっさと逃げるのだ。ん、うわー、待って待って、そんな近くで爆、うぅ、吹っ飛んでった。え、そんな都合よくクッパたちだけ。え、これも都合よく下だけなくなるんかな上だけ無事。あ、それか、まあ、コッパみじんになってまた回収工事みたいなしだす感じかな。ありそう。うわ、爆発する。うわ、上だけ守られとる。なるほど、星の精たちの力でってこと。これでふわーっと戻ってくるんかな。だってね、あのキノピオ隊長のやつ、キノコ城コッパみじんになってなかったそれで回収工事どんどんしよったのにね。まあ、そんな何回も壊れてはないってことなんかな。しろマリオよ、ありがとう。スターの杖を取り戻してくれて、心から礼を言うぞ。これで再び、世界に平和が戻るであろう。よかったです。今回のティンクの功績認められるんやない。昇進とか、そんなんはないんかな。またみんなの願い事を聞いてあげられるわ。それもこれも、みんなマリオちゃんたちのおかげよ。いえいえ。まあ、それほどでもあるけどね。夜になれば星たちが、君たちの勇気を称えて輝くのが見えるだろう。それこそが我々の感謝の印だ。そんな輝くだけ何かものは。それにしてもマリオくんたちの活躍は素晴らしかったね。とてもかっこよかった。あざす。君たちならきっとやり遂げられると信じていたよ。本当かマリオ、本当にここまでよく頑張ってくれましたね。大変なこともあったでしょう。あなたたちの勇気を私たちは忘れませんよ。大変なこといっぱいあったよ。もう最後の最後もそうやしね。クッパもこれに懲りておとなしくしてくれるといいんだけど。無理じゃないかな。なんかね、何回も繰り返しよるし。まあそんなことを言っても聞くようなやつじゃないよね。やれやれ。でもあれよね、どんだけなんかやっつけてもやっつけても、まあお亡くなりになることはないけん、なんか平和な世界よね君たちにこの感謝の気持ちを伝えきれないのが残念だ。星の国に、そしてキノコワールドに希望を取り戻してくれて本当にありがとう。いや、伝えきってください。そしてティンク、そなたもよく頑張った。もう立派な一人前の星やな。てへへ。さて、わしらはそろそろ星の国に戻らねばならん。星の国の者たちがわしらを待っているのでな。さらばだマリオ、
お主たちに星の輝きがあらんこと。ティンクはこのままここにいるんですか？マリオさん、本当にありがとうございました。いえいえ、ピーチ姫、一緒に頑張ることができてとても嬉しかったです。あれやな、なんかやっぱふわっとあのオーラみたいなのに包まれて地上に戻ってきたんかな。周りの地面に変化は特になさそう。またいつかお会いしましょう。僕、立派な星になって皆さんの願いを運びます。今までありがとう、ティンク。あなたはいつだって立派な星だったわ。ピーチ姫、もっと早く活躍できたと思うよね。なんかティンク自由に動きよったしピーチ姫のとこにもおったけど、マリオのとこにも普通に来よったし。僕、いえ、やっぱりいいです。僕も行かなくっちゃ。ありがとうございました、マリオさん。ありがとうございました、ピーチ姫。さようなら。ティンクがさ、なんかお助けアイテムみたいなの届けてくれたりとかはできんかったんかな行ったり来たりしよったんやったら。アカリンの存在よ。え、めっちゃ宙に浮いてない？あの地面は一体、あれはキノコ城ではないの？ちょっと状況がよくわからないんだけど。え、まだ宙に浮いてるの？あ、ティンクも帰っていく。名残惜しそうに。まあ、ずっとピーチ姫と一緒におったもんね。相棒として残ればいいのに。